和風だしのハンバーグを焼いていく。和風だしが効いていて美味しい。この巨大ソーセージ、肉汁がすごいの。この日は満月。神秘的に月が昇っていきます。巨大ソーセージ焼きながらそら豆を茹でていく。茹で上がったかな？うま。朝食の準備をしていきます。
今週のミエミエピンダオはいかがでしたか？魚は釣れませんでしたが、梅雨が明けて空も海も美しい景色になりましたね。今回は安丸和風万能だしを使って和風のハンバーグができました。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。安丸だしがお得に購入できる情報のリンクを